島鋼板は鉄鋼製品の一つで圧延によって表面に連続した滑り止め用の突起をつけた鋼板を指す。しばしばチェッカーアップデートあるいは単にしま板と呼ばれる。なおしま板には正確にはアルミニウムやチタンなどで製造された製品も存在するが市場で単にしま板といえば炭素鋼熱間圧延鋼板のものを指し、それ以外の材料の場合は しまいたと呼んで区別している。ここでも突起ない限りは炭素鋼熱塩鋼板の島鋼板について述べる。熱塩鋼板の表面に互い違いに格子状の小さな突起が連続してついている。これは圧延時の仕上げ圧延ロールに模様付きの専用のものをセットすることで形付けられており、後半に後からプレスしてリブを付けた製品は現在ではほとんど見られない。 表面は、いわゆる、圧延ままの状態であり、酸洗い処理は行わない。現在ではほとんど全てが、薄いタラインで製造されている。製造時は、鋼体であるが、メーカーからの出荷時には、定着に切断された後半に加工されていることが多い。極圧の製品は、厚いタラインで製造されることもあるが、市場に出回ることは、ほとんどない。 リブの形状や配列は各社によって微妙に異なるが、性能に優位な差は認められない。なお、リブの配列は概ね各社とも、リブ一山や単位のパターンをなしているが、JFE スチールの炭素構成品のみは、リブ三山単位のパターンになっており、素人でも見ただけで製造元を判別できる。これは、旧川崎製鉄の製品の名残であり、川の文字をイメージした模様だと言われている。 多少の耐食性が求められる場合は、後から、余裕や塩ッキ処理を施すことがある。これを製造メーカーが行うことは稀で、大半は流通業者が、メッキ業者に加工委託している。特殊な環境で使用するなど、高度な耐食性が必要とされる場合は、ステンレス鋼あるいは他の金属で製造された、しまいたを用いることになる。日本工業企画には、 島後半そのものの規格は存在せず、後半の表面正常の単なる違いとしてみなされている。このため、一般には、突起部を除いた寸法許容差として、JISG3193 が用いられる。また、成分、強度に関しては、基本的に保証がないが、特に求められる場合は、JISG3101 を保証値とするのが一般的である。 製造メーカーによっては、この他の素材規格を用意しているところもある。なお、ステンレス構成のしまいたも、少量ではあるが一般に流通している。こちらは、スース304としての成分時、強度が保証されている。寸法許容差は、ジス G4304 を保証値とするのが一般的である。これ以外の規格のステンレスしまいたも存在するが、ごく少量であり。 ここでは省略する。表面にリブがついていることから、良好な滑り止め性能が期待できるため、多様な分野に用いられている。例えば、また、単純なパターンの連続は、それなりの異常性を持つため、簡易構造物の壁面に使用されることもある。これらのうち、特に化学工場や食品工場では、かなりの耐食性、清潔性が求められることから、 ステンレス島板を用いられることが多い。ほとんどすべてが、いわゆる店売りとして、鉄鋼流通業者を通じて販売されている。通常の建材系鉄鋼流通業者でも購入可能だが、全国的な規模の島板専門の流通業者も、いくつか存在する。基本的には、定尺品の在庫販売であり、定尺とは異なる幅、長さを希望する場合は、 加工費用とブドマリソンコストが別途付加される。また、板厚は、数サイズのみが常時流通しており、それ以外の板厚を希望する場合は、製造メーカーでの新規圧延となるため、割高となるほか、受注ロット製薬も存在するので、設計時に十分注意する必要がある。メーカーに新規圧延を依頼する場合、通常では2ヶ月程度の納期がかかる。 一部のホームセンターでも販売があるため、品揃えはかなり制約されるものの、一般市民でも購入可能。大半では、小切り加工も受け付けているので、極小ロットの場合はこちらを利用する方が良い。特に指定しない限り、製品にミルシートは添付されないしな。用途によってミルシートが必要な場合は、事前に流通業者に対してその旨を申し入れる必要がある。ただし、 ミルシート付きの製品の流通在庫はそれほど多くないため、大量の注文や安定供給を求める場合は、紐付き契約を検討することが望ましい。なお、ステンレスシマイタに関しては、製造ロットごとにミルシートが添付されるのが一般的である。ありがとうございます。